はい、じゃあさて第2弾ってことでちょっと音量下げて、こんなもんでどうかな、ちょっとちっちゃすぎるかなやってみようかなと。じゃあ今回はね、この1軍メンバーを、このそうそうたるメンツ、俺が育てた、まあほとんど衝動買いしたやつをちょっと変、あの改造しただけなんだけどまずこの1軍と別に、あ、間違えた、なんだこれ、わかんない、航空母艦、一軍とは別にね、こっちを超イモスナスタイルのね、みんなが嫌うイモスナイパーに変えていく。イモスナで頑張る。でこのね、なんかこうガチャやってたら、その時まだ無課金だったんだけど、たまたまこのクライシスってやつが当たったの。これなんと攻撃してない時は常にそのステルスモード、要は相手のオートエイムが効かない状態になるわけ。これが当たったのよ。でこれさ、いやこれ結構最高の機体じゃねえと思って、で俺はそれが欲しくなって調子乗ってね、ガチャをやってしまったんだよね。9000巻1万円分ぐらい。そしたらこのクライシスっていう、このこれがなんとね、はい、5つ目、5個も手に入っちゃってどうしようかみたいななっちゃってね。というわけで今回はこのクライシスを使っていこうかなと。まず一番強いのがこのロングリボルバーのクライシス。ロングリボルバー、まあ要は実弾だね、キネティック弾って言うんだけどね、最近のあの軍事用語ではこういうの。要は物理的なダメージを与える。弾が炸裂しない、まあ普通のビュレットだね。普通の弾丸。鉄の弾丸。鉛か。これを飛ばすやつね。じゃあこれまず、ハンダに移すと。あれ？あれ？ビコーンと逃げる。で、このファントムも、また、このイモスナイパーに変更。で、今度はね、こいつはね、これが俺最初に作ったこのクライシスっていう機体のすごいやつなんだけど、これはね、なんとね、エネルギー弾を発射する。で、これ頑張ってね、レベル12まで上げたんだけど、2つしか上げられなくてね、他はまだ8と5なのよ。で、これはね、なんかずっと充電していくのよ、エネルギーを。で、それで充電したのが当たると一発で敵を倒せるっていう、なんかもうわけのわかんないやつになってるわけ。はい、二つ入ったと。で、三つ目どうしようか。三つ目は、三つ目も、イモスナ。イモスナイパー。三つ目もイモスナイパー。で、これはちょっと射程距離が短い。600メートル。で、これは、狙いとかつけなくても、自動的にボーンと当たってくれるの。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強いけど、相手がね、バリアーとか持ってるとね、なかなかね、ダメージ入んないんだよね。はい、じゃあこれも。これもじゃあハンガーに入れて。はい、これでイモスナが3つできた。これどうしようか。これね、これまた超イモプレイに適した機体があるんだ。これかな？これ今、この、マシンガンとかつけてるけど、これを全部取っ払って、全部追尾式のロケットランチャーにしようかなと、思ったんだけど、ちょっとめんどくさいな。時間ないし。どうしようかな。この二つのイモスナ機体はね、まだね、レベル1だし、武器もすごい弱いの。だからこれはまだ使わない。何でしょうかな。こうやってね、選べるところがやっぱこのゲームの面白いところだよね。あ、この初期に散々ね、使ってお世話になったこの機体でしょうか、ね。めちゃくちゃ弱いんだけど、なんかちょっと可愛くていいんだよね。で、これ地味にね、早いの、これ。はい、これ。じゃあ行くか。よし。
どんなマップでもこれでいくぞ。頑張るぞ。今回もこのキャプチャーで。おっとっとさ、おっと、芋砂に最高のステージ。はい、行くぞ。なんかもう始まってんじゃん。何これ。これさ、今さ、後ろにあの、緑色の目の、なんかマークついてるでしょ？これがある間は敵から感知されない。つまりステルスモードなの。敵のオートエイムが入らない。ただ手動でエイムやられちゃうと入っちゃうんだね。さあ、この柱の間に隠れて、さあ、今に、今すぐ始まる。これはね、コツがあってね、この足ぐるぐる回ってるのわかる？これ結構リアルなロボットになってるから、足の向きが急に、例えば今左に行くと、行くでしょ？右に行くときにこうやって一回ぐるって回んのよ。だからこの、右にすぐ逃げられる状況にこうやってしておいて、エイムをかますというのが、こっちだね。みんな頑張ってんなぁ。俺の山があるから、あいつかな？あいつ降りてこないな。降りてきたかな？見えないな、姿が。動いてるな。左に動いてる、左に。あ、死んだ。あいつ死にやがった。ちょっと今外そうかな。やばい。外せないな。ちょうど録画ボタンとね、エイムをね、変えるボタンが同じとこに変えらんないんだよ。いけた。行くぞ。あれ、半分しか当たってないわ。でも、3分の2ぐらい減ったな。多分これあれだね。ここの柱が邪魔になって、片方が当たんなかったんだね。はい、死んだ。よし。で、逃げると。おっとっと、俺、芋を邪魔しに来たやつが。芋ってんじゃねえみたいな。怒られそうだ。よし、いいぞ。そこにいるね。ああ、ストレスなんだ、ちょっと。こっちかな。死なねえな、勝てないっつ。もう一発。よし。あ、でも、とどめ刺したのは俺じゃなかった。切るっすね、右側になってるな。固まった。最悪だ。固まった。ネットが。頼むぞ、これ。おーい。完全に固まってんじゃん。おい、生きてるよ、そのせいで、あいつが。バレちゃったじゃん、居場所。から来てるな。当たるかな。あ、やべ、リロードしてなかった。もうネットが止まっちゃうからでもうダメだ。返せなかったな。装填がかっこいいよね。なんか上がってきたばかりだな。やられてるな。何でしか当たんないな。なんか今日調子悪いな。何食べてるんだろう。何のくらいにいるよ。エイムが。よく咲いてない。ほんとにやつに演じてないです。これは。何だろう。ほんとに自分の準備をしておいて、これは。動いてるね、少し。
わかるかな。ダメな、半分しかない。切るって言ってんのよな。ここらいける。あ、タイタンだった。タイタンだった。これはもうカウンターストライクやったら来たの分かるっしょ。あの、アウトっていうんだっけ ?AWP だっけ、一発で相手殺せるやつ。あれの体感ないよ。俺がイモリすぎてるせいで味方負けそうだな。そうですね。ただ、なんとか味方のゲージの範囲が、どうなるか、負けはしないな。いけるぞ。ああ、他の人がやっちゃった。何っすね。なんか早いな、気持ち。シールドが張ってるからね。もう全然知らない。他の相手、最近ね、なんかね、課金したせいなのか知らないけど、なんかリーグが変えられちゃってさ、強いんだよね。前はこれ大体ね、6発あったら死ぬかもしれない。当たるかな、これ。多分、足の下だな。あ、落ちた。イモスのもう一丁いってみるか。ああ、こんなイモスなりに向いてないところだったら、これはもうガチで行くしかないよ。しかもまた俺、もう始まってんじゃないかな。ガチメンバーで行くと結構使うんだよね。特に誰がいる、なんかやり合ってる、ちょっとで。向こうだね。まずここを様子見ながら取り抜けて。いるじゃないか、人が。部屋、部屋、何こいつ。引いてくるから、部屋ついてるだろ。キル出ないんで、なんか何なのかなって。あ、来た来た、なんか団子来た、団子、団子の開くの、もう開くしたくない、あっつやべえ、おいハマってるぞ、ふざけんな、なんかいるな、なんか。取りたい。めっちゃ回復してるやん、こいつ。追いつかないよ。回復力がすごすぎて。でも、毒のマシンで行くしかない。やばいやつに帰ってくる、何やろ、全然生きてないんだけど、うん、カスタゴでゲームやってる感じもある、うん、なんか逃げてくるな、なんとかね、やろう、気がついたらビーコン4つも占領される、ああ5つ目だ、これ負ける、絶対負ける、いけるかな、
出てこねえな。回復はすごい回復。何これ。すごすぎる。またアシストかよ。負けんじゃん、もう。上のさ、ゲージの変化止めてよ。惜しいかよ。なんか入れてやったな。シャトーレスを利用して一回逃げる。なんかバグった。この方が攻撃よりなさるとかありえないでしょ。まあ、時間の問題で負けるんだ。さっきの人何かが長かったっけな。まあ、絶対負けるかもしれない。みんなさ、異常に高いし、おかしいんだよ、これ。まだこれ多分、音大きいんだよ。見えないか。なんか意外と逆転できそうな。今がバグっちゃってんじゃん。ほら負けた。やってらんねえ。なんだ今の。回復強すぎだろ。しかもなんか二人同時に攻撃してたよね、こっち。それに耐えて回復するって。こういうのね、大体ね、こう見ればわかんだけど。ロシアとかウクライナとか多いんだよな。ほんとに戦争なんかやってんのか、これ。これ603か。まあ普通だな。たまにこういうね、これトータルビクトリーズって書いてあるでしょ。これがそう、これまでゲームやってきて、総勝利数なんだけど、これがたまに異常な数のやつがいんのよ。そういうやつって大体なんかインチキしてんのね。あと、なんかその、勝利数がすげえ少ないくせにめっちゃ強いやつ。これ大体めちゃくちゃ金使ってる。これ、大体このリーグ、今俺がいるリーグはね、ダイヤモンドの2とかなんだけど、下からブロンズ、シルバー、ゴールド、ダイヤモンド。で、このダイヤモンドの3とか2って言ったら、大体ね、トータルビクトリーは500とか400とかなんだよね。俺いくつだっけな。いいな。ベラルーシと。なんで出ないな。ほら、445しかしてないもん。たまにこれがさ、5万とかのやついんのよ。で、雑魚狩りしたいからわざとリーグ下げてくんの。負けまくってね。そういうやつもいいね。まあいいや。じゃあ次行こう。もう20分になっちゃったよ。みんな見てくれるかな、これ。まあ実験だからね、本当は下に字幕つけてやりたいんだけど、あと、これ寝そべってやってるからちょっと声変なんだよね。また同じマップかよ。またこのガチでやんなきゃいけないやつね。はいはい、ガチと。このガチドラゴンからいくぞ。ドラゴンはね、浮いた方が早いんだよね。
一応このゲーム内の設定ではなんか中国の会社になってるのかな、これヤンディって名前だからね、中国の会社だよね、このロボットを作ってみようか。あ、映るのか、シールドが全然減らない。ちょっといかない。なんかいるじゃねえか。ああ、針使ってきやがったな。今んとこビーコンは、まあ、キャプチャーザフラッグだね。味方が4つ押さえてる。ビーンっていうのが結構あるんだね、これ。ビーンが結構あるんだね。ロボットだからこう、ほら、さっきも言ったように腰をこう回転させなきゃいけないから、リングしにくいんだよ、これが、ちょっとあれだね、他の FPS とか TPS と違う面白さを作ってるんじゃないかな。あ、ストレスなんでいいじゃん。はい、ちょうど。あったこいつ。またかん弾道がめっちゃ暴れ回ってんの。よしよしよし。ビーコン青にする、青に戻すの。よし。で、返す角まで、こっち側を取る。なんか取られてるな。なんだか。何突っ立ってんだこいつ。めちゃくちゃチーター癖いるよ。一瞬でなんかスライドしたぞ今。あれか、俺のネット回線が重くてみんなの動きがおかしいのか。あとはいつなんだあれ。回復がすごいんだよね。ほら、メーター見て、メーター、赤いメーター。あ、今、ビーコン取ってけばよかったね。一回こっちを取ってから。ちょっとお前、ここ取りに来ないで。何で取りに行けよ、せっかくあげたんだから。やべえ、紫のあれが痛い。痛い。6対6だからまだあれだけど、昔カウンターストライクとか16対16でなんかもうめちゃくちゃだったよね。まあ、あれでわちゃわちゃしてて面白かったけど、このゲームもなんかもっとマップ広くしてわちゃわちゃしたら面白いかもしれないね。いいぞいいぞ、集中力あっちの、こいつがさっきのすげえ辛かったやつ。でもそれこれタイタンじゃん。それ勝てよ。硬い。しかも俺ばっかにやられてる。なんで？しかもなんかビーコン全部取られてるぞ。このタイタンかな。すごい攻撃してるんだね、これから。またタイタン。タイタンか、アタックコンタイタン、進撃の巨人って感じ。巨人っていうのは、上のやつに上に上がってんのって分からんな。横に出るやつ。まずいぞ。取り返さないとまずいぞ。あ、味方のタイタンが頑張ってる。頑張る。こいつに合わせたかったんだな。半分しか減ってない。
を、真ん中を取りに行く。真ん中の調律線。上から、さっきの上からのアホが。アホとか言った。この屋根がある方が、あっ、来た。こいつはね、モーデンスって言ってね、回復さすがすごいんだよ、この回転が。よくあんまり、ダメージ回復すると、回復勝負で負けちゃうから、ダメージで負けたな。だな。で、俺のタイタンが出ると。俺のタイタン、クッソかタイタン、これ。なんかね、クッパみたいなやつね、こいつ。よいしょ。足がめっちゃ遅くてね、後悔したんだよ。1300円で少量買いしたんだけど。これ、見らんないの本当すぎて。おい、間に合わねえぞ。取ってくれ。誰か。これが、俺以外に誰か取ってくれ。この、目の前にあるビーコン取ってくれ。ほら、遅すぎてさ、もうさ、亀だよ、これ、亀。いやいや、ああ、ここで。ここで、なんと。ネットの接続が。ああ。ダメだ。はい、いけるぞ、ちょ。なんか後ろからうぜえな、これ。誰だ味方じゃねえか。俺撃つんだ。はい。お、勝った。おー、勝ったよ。今回はなかなか音声よく撮れてんじゃないかな。動画27分になっちゃったけど、まあ、ノーカットで。終わり。